さあ、オリックスですけれども、今回の内容は、総一郎と宇田川投手のダブルコンディション不良ということでございまして、まあ、キャンプが始まってですね、宇田川投手が、コンディション不良になりましたけれども、そこに続いて、同級生の、しかも宇田川投手と非常に仲がいい、総一郎までがですね、コンディション不良になってしまったということでございまして、キャンプ前からの離脱組も相まってですね、割とリリーバーブルペン組がちょっとピンチになってきているというところで、ここイラでですね、オリックスとしては支配下昇格というところもね、ちょっとこう念頭に置きながらキャンプを見ていく必要がある、そんな感じで、思ってしまったので、改めてですね、リリーバーのですね、育成組からの昇格、あるのかどうか、そんなお話をですね、していこうかなというふうに思っております。現状、オリックス63枠になっておりまして、枠的には非常に空いているという状態なんですけれども、改めてですね、総一郎がコンディション不良になったということで、当初はですね、25日、ライブ BP でですね、投球をするそんな予定だったんですけれども、そこを何らかのアクシデントがあったということで、スロー調整でやりながら、じっくり段階を踏んだ上で、実戦形式に踏もうという計画だったんですけれども、残念ながら狙い部 BB 登板できず、しかもコンディション不良であるというところで、まあ、去年ですね、53試合チームで一番ね、投げてると、唯一50試合を超えたというところで、まあ、総一郎ですね、負担が、まあ、1年間とはいえですね、あったということで、なかなかにちょっとこう、急がすまいというところでね、まあこうスロー調整になってたわけですけども、まあ当然ですけどね、ここに加えてですね、まあ一度登板もしてないとはいえですね、WBC ではですね、最終的にはスライディングで、選出もされているというところで、まあいろいろなこう経験も踏まえてるんですが、その分体にもちょっと負担があったんじゃないかなというところでですね、総一郎。まあ、こう、コンディション不良であるというところです。まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、表にはしておりますけども、そもそも、契約更改の時にですね、本田瞳投手の肘の、怪我っていうのを公表しまして、まあ、プロテクト対策なんじゃないかみたいな話もね、しましたけれども、それだけじゃなくてですね、宇田川投手も、キャンプが始まって、1日も、ね、まだね、過ごしていないというところで、ようやくですね、ブルペンにも入ったということで、開幕一軍にいたいんだということを言ってましたけども、セットアッパーとして、期待をされているというところで、じゃあ総一郎は何回やねんってね、最終回なんですかいうところも思いますけども、開幕から一軍に行く、そこを目標に頑張りたいというところで、まあ8割ぐらいの力感で、約20球投げたというところで、まあ投げるちょっと怖さを感じるぐらいちょっとコンディションが良くなかったというところですね。でコンディション不良っていうのがその何を意味するのかっていうのがちょっと結構曖昧な表現なんですよね。まあ他球団にこうなんていうんですかね、こうバラせないというか隠すっていう意味合いが非常に強いらしいんですけど、まあ、正直どこまでですね総一郎の宇田川投手もこう重大なのか、ちょっとわからないので何とも言えないんですけど、今のところはですねここの3人に加えて小木田投手もですね体調不良になっているということで、まあこれはね、風邪なのかインフルなのかまあコロナなのかっていうまあどこからなのかというふうに思うんですけど、まあこの4人がね今、ちょっと離脱をしているとこういうところで。宇田川投手が復帰したぐらいはですね、あとは小木田投手が短期的に戻ってきますけども、総一郎がまだ一体、3週間ぐらいかかるような、まあ、そんな感じもしますし、本田投手はね、2月末ですから、それで言うと、宇田川投手の次に、本田総一郎が一緒に帰ってきて、まあ、最終的に小木田投手も合流する、そんな、まあ、流れなのかなというふうに思うんですけども、まあ、今回はですね、育成組、まあ、たくさん選手がいる中で、試合化昇格組、まあ、リリーフというところに焦点を当てましたけれども、誰が上がってくるのかというところでございます。で、直近の試合でいくとですね、2月の24日ですね、まあ、DeNA との2軍戦、そして紅白戦が行われまして、まあ、ここで、新しい助っ人組、カスティーヨであったりとか、エスピノーザ、マチャドがですね、非常にいい投球をしてました。これ成績ということですけれども、特に、まあ、カスティーヨはですね、まあ、NPB2 年目ということもあって、で、まあ、DeNA ですからね。まあ、別リーグですから、ちょっとやっぱ初見の選手もいたかもしれないんですけども、やっぱ軌道がもうすごいですね。もう独特というか、これ打てへんでというか、ね、それぐらいやっぱ変則のボールをしているというか、投げ方が本当に独特なので、まあ、カスティーヨ素晴らしいなと、ぜひ先発で見たいなというふうに感じましたし、まあ、一番上のマチャドに関しても、デッドボールこそ、与えましたけども、まあ、コントロールがですね、破綻しないっていうところで、まあ、非常にいい、まとまっていて、パワーもあるというところで、期待が持ってそうな、そんな、選手でした。
そして、まあ、マチャドはね、メジャーリーガーですよ。カスティーヨはロッテで、しかもね、対オリックスで高騰されたので、なんとなくこう、やるよるなっていうイメージがあったんですが、このエスピノーザがですね、思いのほかいいんじゃないかっていうことでですね、まあ、去年もニックスがですね、中島監督がもう、こっちに来るレベルじゃないという絶賛をしましたけれども、エスピノーザですね。一回を投げて全て三振ということでございまして、もちろんね、初見中も初見ですから、相手も何もわからない。しかも、エスピノーザのコメントからするとですね、全球種を投げて試すことができたというふうに言ってるので、そもそもどんなボールがあってですね、どういう軌道なのかっていうのも相手もわからないですから、まあ、その中でね、ほんと一発目ですからね、それはまあ、打てなくてもそんなにこう驚きはないというか、ただ、映像を見る限りは、その初見でもですね、コントロールが破綻したりとか、バカスカ打たれる選手もいるので、そういった面で言うと、まあ、一段階ちょっと上にいるのかなということで、今後もやっぱ注目をしてですね、これでエスピノーザ確定っていう風なそんな安易な話ではないと思うんですけど、初見ではなくてですね、まあ、去年もコットンがね、チェンジアップ初見殺しでしたけども、次から次へとマウンドに上がれば上がるほど、まあ、打たれてしまったっていうのは、まあ、背景もありますんでね、次の投球でどうなのかと、しかもそれが初見だった意味ないですから、2回目打た回り3回りぐらいになった時にどういう感じで抑えていくのかっていうのが、まあ、どのチームに対してもですね、注目するポイントなのかなっていうふうには感じましたので、まあ、これらを踏まえてもまあエスピノーザ消したとしてもですね、まあ、ちょっとムクロキ投手が、まあ、非常に順調であるというところと、カスティーヨもやっぱ実績考えるとローテーションに入っててもおかしくないのかなというところで、まあ、先発投手6枚いるというところですよね。ここに、まあ、ソタニだったりとか、斉藤京介だったりとかが、まあ、いるというところで、ここのエスピノーザと3人で1枠ってことを考えると、まあ、十分7枠埋まっているという状況なので、支配下が63人、残り7枠あるというところで言うと、まあ、せめてですね、今回、まあ、総一郎投手がコンディション不良になりました。まあ、本田仁美投手もまだですということで、二人ぐらい上がってきても面白いんじゃないかというところで、個人的にですね、まあ、こう、育成からの、昇格組リリーフという観点でいくと、この4人が非常に面白いんじゃないかなというふうには感じました。まあ、この他にもですね、ルーキーの大江投手であったりとか、まあ、芦田投手もいますし、佐藤和真中田とか、たくさんいますけども、その中でも、紅白戦、練習試合含めて、まあ、非常に面白そうな面々でいうと、この4人かなと、個人的には感じましたと。まあ順にね、キャンプからのこう結果をまとめてみましたけども、才木投手に関してはもうなんかこの中では筆頭なのかなと、まあ、感じますよね。一回だけまあアマチュアのね、社会人との試合で、2出されましたけど、他2試合に関してはもう無双ですよ。月内ボロ投げてるなというところと、井口投手に関してもやっぱ貫禄の投球をずっと見せてるので、まあコメントとかだとね、井口そんなじゃないですかみたいな、コメントもあったんですけど、僕はやっぱ個人的に井口投手はこのまあ緊急事態とまでは言わないですけど。これだけ、まあ、リリーバーが4人も離脱をしているってことを考えると、上げる時の、やっぱり最有力候補にはなるのかなとは感じてます。そして、富山投手もね、なんか、ムクノキ投手のちょっと陰に隠れてではないですけど、まあ、シーズン入ってから、夏場ぐらいになるんじゃないかって話をどっかでしましたが、この間ですね、それこそ24日の DNA 戦で、2021年ね、優勝した時に、唯一50試合以上登板をした富山投手。あの時を、なんか、彷彿させるぐらいですね、三振も2つ取って、まあ、圧巻の投球をしていたということで、本当に内容が素晴らしかったなっていう、まあ、別リーグのしかも2軍の DNA ってことを考えるまでもなくですね、非常にいい投球を、まあ、していたなというところで、富山投手も面白いんじゃないかなというふうに思いましたし、まあ前か後ろなのかな、未だにちょっとわからないですけど、まあ、川瀬投手もですね、まあこう雨天の中でですね、状況が悪い中に失点しましたが、それ以外は好投ということで、まあ、同級生であったりとかですね、それより前に入った佐藤和真投手よりも、まあ、結果を残しているということを考えると、まあ候補の中の一人にも入っていいんじゃないかなというふうに思うので、この中でですね、やっぱり実績が素晴らしいのが真ん中の2人、そして、ポテンシャルが、まあ、即戦力級にあるというのが才木投手、そして川瀬投手がもう少し時間がかかるということで言うと、もしかしたら上の3人がですね、ヒットなのかもしれない、なんかそんな感じで、まあ、思いましたので、さあどうするのかということでございます。そして支配下にもですね、やっぱ前投手とかも非常にまっすぐでゴリ押すシーンとかも、前の試合ではあったりもしましたので、そのあたり含めると支配下組を全く無視してですね、育成だけにベットする、そんなことは絶対にありえないと思うので、支配下でもですね、面白い選手がたくさんいますから、こういった前選手だったりとか、今ご紹介した育成組の4人ですか、ここからですね、何らか、まあ、補充をしてですね、なんとかこうリリーバーを、万全の状態にする、誰かが離脱しても大丈夫というような状態にする、そんな、まあ、可能性も感じましたのでですね、今回のテーマとしてこの育成組からですね、リリーバーが昇格するのかどうかというテーマでお話をさせていただきました。ということで今回の内容いかがでしたでしょうか。ぜひですね、このリリーバーここ注目します。育成組ここから上げてやってください。このダブルコンディション不良、そして4人離脱
脱しますが、ここの部分についてですね、何か思うことがあればですね、ぜひコメント欄通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後までですね、聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録であったりとか、グッドボタン、そして、ターのフォローなどでですね、このチャンネルを応援してもらえると、本当にね、嬉しいので、よろしくお願いします。それでは、今日もありがとうございました。